こう映してみて、これマキタの充電式の草刈り機です。今 MUR142-UD という機種ですね。で今3アンペアのバッテリーがついてるんですけど、これだとね10分15分は持たないですね、普通にこの高速にすると。うん、でこれすごいとても軽くて便利なんですけど、ここにね草が詰まって回らなくなるんですね。これがだから僕はここでこういうナイフとかでこの隙間をねこうやって詰まった草をこう取るんです。だけどまたすぐ詰まって回らなくなってしまうので、ここがねその充電エンジン式よりパワーがないので、ここがね紐とか入ったらすぐ止まっちゃう、草でも絡まると止まってしまうので、こうやってナイフですね、これナイフでこう出すんだけど、ここが入らないように改善してもらえるとすごくいいと思います。今日はこの電動の草刈り機を紹介しました。終わりです。